こんにちは、皆さん、中山茂樹です。今日もご視聴いただきありがとうございます。誠にありがとうございます。今日なんですけど、昨日のニュースで志村けんさんの、お亡くなりになったということを知ってすごく胸が痛いですし、正直映像、以前の映像を見て涙を流すこともあって、で本当に新型コロナウイルスっていうのが脅威なんだなって、かかっても治るやぐらいな気持ちでちょっとは思っていたんですよ。もちろん外出するときにマスクをしたり消毒液はしてたんですけど、自分はかからないだろうし、それで死ぬことはないって思ってたんですけど、実際にこの、まあ有名人だからみんな知ってるからショックが大きいっていうのもあるとは思うんですけど、本当に亡くなるっていうことが、しかもその最後家族とも会えずに、そして火葬の時にも立ち会えないという、本当に悲しい最後を迎えてしまうということを考えると、本当に今僕たちはよく言われているそのステイアットホーム、家にいろっていう、家にいろっていうのは別に週末家にいろっていうだけではなくて、仕事学校に行くこと自体もまず疑う、やっぱりなんだろうな、いや仕事がなくなったら食っていけないじゃないかとか、学校に行かなくなったらとか、いろいろこう行けなくなったらとか思うんですけど、やっぱり人の命っていうのが一番優先されるべきなことなので、今でそのニュースを見てたら、その外出するなって言われてる週末にも外出をしてる人もいるし、なんだろう、危機感が全然足りてないというか、自分たちはかからないって思ってるでしょうね、多分出る人は。でマスクしてなくて出てる人もいるし、なんだろう、そこはやっぱ危機感を持たないといけないなって、今回のその志村けんさんの、お亡くなりになったことで感じました。台湾の方でも志村けんさんはすごく認知度も高く、総統の蔡英文さんがツイッターでお悔やみのコメントを出す、日本語で出されていました。そのぐらい今その海外のメディアももちろん日本の対策にすごくこう、最初やっぱりオリンピックのことがあったので、こう消極的な対処をしているのではないかっていう、あとはその混乱をさせないためのその緩やかな検査数をまあ正式に出しているのかっていうこともありましたし、そしてやはりオリンピックの延期が決まって以降の拡大がすごく進んでいるということで、やっぱりその何を信じていいかわからないっていうのと、あと帰国してる方、僕も今台湾に住んでるんですけど、やっぱり日本に帰国するっていう方も多いんですよ。でそれはもう学校からの命令だったり会社からの命令で帰らざるを得ない人で、その人たちもまた自分がかかってる可能性もゼロではないですし、それでもしかかって家に帰って家で隔離されてる時に家族にかけたら、家族に感染させてしまったらどうしようって心配してる人がすごく多いんですよ。なので本当にこれは自分事だと思って、今できること最善策をみんなで考えていきましょう。もし例えば、家でやることないよって言ったら、わかんないですけど YouTube やってみたり、ゲームやってる人ならゲーム実況やってみたり、いろいろやり方あると思うんですよ。まあ確かに今の職業いきなりやめれないっていうのはあるんですけど、そうやってこうセーフティネットをいろいろ作っていくこと、あとはまあ節約をするとか、節約をすることで一気にこうお金に余裕が生まれることが一番今のところでは大事だと思うんですよ。お金がなくなってしまうって不安がつきまとうから仕事に行かないといけないですし、すごくそこで考えることがあると思うんですけど、今自分にできること、スマートフォン一つで YouTube 始められますし、まあ、ブログだって書けますし、いろんなことできるので、皆さん別に YouTuber になろうよって意味ではないですけど、家でできることを考えましょうっていうことです。そして家でお金を稼ぐ方法もいろいろ考えれるので、それをやっていこうって感じです。それでは。